ルネル・ワスール島ルネル・ワスール島は、カナダのケベック州でアンティコスキ島に次いで2番目に大きな島。1970年にダニエル・ジョンソンダム建設による周囲の水没でできた。淡水湖の中の島としては、ヒューロン湖のマニトゥーリン島に次いで世界2位の大きさである。島の特徴的な形は、中世代三畳期末に起きた隕石衝突によるものである。 直径5キロメートルの隕石が秒速1 7トルの速さで地表に激突した。これは地球が受けた史上4番目に強い天体衝突で直径約1 0 0トルのクレーターが形成され中心部がアイソスタシーにより隆起して現在見られるような島の地形となった。このことは以前から圧力を受けた岩石が見つかるので 推測されていたが、ダム湖が淡水を始めると、円形の島ができ、一体の地形が隕石によるものであると、はっきり見て、取れるようになった。透明は、イドルケベックが、現在ダニエル・ジョンソンダムと呼ばれているダムを建設した、際の主任技師ルネ・ルバスールにちなんだものである。マニクアガンコとルネ・ルバスール島は、この建設工事によって、姿を現した。ルバスールは、 ダムの落成式数日前に35歳でよう去った。ルネル・バスール島には2カ所の保護地域、ルイ・バベル自然保護区とらめておりと、生物多様性保護区がある。マニクアガンコと中心部の島は合わせて、ケベックの目の愛称でも親しまれている。ルネル・バスール島で、クルーガー社が行った、伐採の様子、ルネル・バスール島は2000年代初めからペサミとの犬。 続共同体及び SOS ルバスール組織とケベック州、カナダ両政府及び伐採業者であるクルーガー社との間の法廷闘争の中心となっている。共同体の長であったラファエル・ピカールは開発に際して共同体との協議がなかったと主張し、その地の保全を求めた。クルーガー社は島の土地を1997年に取得し、2002年に創業を始めた。 この場所は、ケベックでも、最北の森林伐採地である上、島であることによる、輸送コストも計算に入れなければならない。それでも、この地域の林業に関わる、法規制が、南方の諸地域より格段に、緩いことや、島に、手付け数の森林が残っていることから、創業の採算が取れるようになっている。二千五年六月、ケベック州高等裁判所は、ペサミと共同体の訴えを入れ、 本件のより詳細な判決が出るまでの間、党内での伐採を停止する仮処分を下した。この判断は2006年4月に上訴裁判所で覆され、クルーガー社に創業の再開が認められた。2008年2月、ルネル・ワスール島問題についてのジュリアン・フレシェットのドキュメンタリー映画、目の中の指が公開された。ありがとうございます。